こんにちは。羽田空港をやってまいりました。本日より JAL で修行が開始になります。で今はですね、朝ではないです。修行層は朝早いんですが、今日は昼の便になっております。でとりあえず沖縄入りして、まあ、1回違うところも行くんですけど、明日明後日がメインになっております。今日はまずは沖縄に行くっていう動画になっております。第一ターミナルに来て出発っていうのは初めてなんで、この月の塔とあと向こうに太陽の塔っていうのがあるんですけど、こういうのを見るのも初めてです。第一ターミナル昔からあるんで、待ち合わせ場所っていうので作られたってことですよね。東京駅もこういうのありますもんね。銀の鈴でしたっけ、そういうのがあるんで、ただ今はあんま使わないでしょうけどもね。まずはチェックインをしようと思いまして上に来たんですけども、この保安検査見てください。すごい並んでます。今日平日ですよ。平日のお昼でこんな並ぶんですね。すごいですね。もう航空需要はほぼ戻ったっていうことですよね。いや大変ですね。で隣にファーストクラスだと JGC プレミアとかダイヤの人が使えるファーストクラス用の入り口もありますが、そこはやっぱりガラガラ、まあ、誰もいないってなっております。そこも入ってみたいので今後どうしようかなというところです。まあ、JGC の入り口もありました。私はここに入れるように今日から修行を開始いたしますので、将来的にはここから入るっていう動画も作れるはずでございます。そこまでお楽しみにしてください。頑張ります。チェックインなんですが、これで全部今日分出せるんですかね。ちょっと係の人に聞いてみましょうか。3便乗るんで出せるかがちょっと不安ですね。 ANA だと少し面倒くさかったんで一回聞いてみましょう。とりあえず自動チェックインのでやってみたんですけど、今領収書しか出てきませんでした。これ沖縄分しか出なくて、その後の乗り継ぎ分ができなかったんで、やっぱりカウンターでやるみたいです。そこまでちゃんと聞いてないんですけど、とりあえずやってみたらこんな感じだったんで、カウンター行った方が早そうだなということでカウンターに行きます。それではチェックインできました。やっぱりカウンターで出してもらった方がいいみたいですね。で領収書は最初出たんですけど、搭乗券がやっぱり自動の方だと出ないってなってるのか、なんか私は出なかったんで、これからはカウンターに行ってこの搭乗券ももらうようにしようと思います。でなんかね、この自動チェックイン機とカウンターでやったやつで紙の質が少し違いました。カードラウンジがありましたが、これ到着ロビーにありますね。出発ロビーの方が便利だと思うんですけれども、でも今中はほぼ満席になってるんで、皆さん結構使うんですね。保安検査前なんですけどね、ここでちょっと不便な気はしますが、でもまあここ使えるのはやっぱり便利ですので、皆さんそれでいらっしゃってるんでしょうね。お土産のエリアに来ましたが、ここもすごいですね。こんなに人がみんなお土産並んでますもんね。すごいな。あとは食事しようと思ったんですけど、レストランとか、まあ、ラーメン屋さんとかそういうのでももう外まで並んでる状況だったんで、ちょっと今食べるものもなくどうしようかなってところですね。だからお土産のなんか買って飛行機で食べようかなってちょっと考えてるのは、それぐらい人が多くて今何もできない状態になってますね。展望デッキまでやってまいりました。一応ですね、これから乗りますのはこの13ゲートなんですけど、で機体が350ってなってたんでこれかもしれないですね。でもこのままずっと止まってるよりは一回どっか飛んで違うのが入ってきそうな気はしますが、わかりますかね。 JA05VJXJ かな、 JA05XJ っていう機体ですね。これ一応記録したので後で答え合わせしてみましょう。この13ゲートから後で乗ります。今は展望デッキまで行きまして下に降りてきたんですが、羽田第一ターミナルってちょっと作りが分かりづらいですね。もう階段で降りてきた方が早い感じです。なんか行き止まりみたいに
エスカレーター片側しかないとかが多くてちょっと動きづらいです。なのでエレベーターとかで一気に動いた方が楽かもしれないです。第2ターミナルでこんなことはない、まあここまで大きくないんで、第1の方がすごい大きいんでいろんな作りになってるんだと思うんですが、なかなか使いづらいと思ってしまいましたね。ではあとは中に入りましょうかな。あとはな、なんか食べようかな、どうしようかなというところになってます。同じ店が並んでるんですが、こちらは立ち食いで向こうは座れるようになってますね。でメニューもちょっと違うみたいなんですけども、今はこちらで十分ですので、こちら入りましょう。それではきつねそばにしました。これで470円ですよね。まあちょうどいいくらいだと思います。ではいただきます。ではいろいろ見て終わりましたので、保安検査を受けようと思うんですが、ここの保安検査が多分スマートレーンなんですよね。あの荷物何も出さなくても通せるやつってなってるはずなんで、ここ行ってみましょう。今ちょうど人いないんですぐ行けると思います。では保安検査抜けました。やっぱり荷物出さなくて大丈夫なやつでしたね。なのでスムーズに通り抜けられました。では一応次は搭乗ゲートの確認だけしておこうと思います。今から13番ゲートに行ってきます。13番ゲートにやってまいりましたが、あと先ほどですね、展望デッキで見た飛行機は札幌行きだったそうです。この次にまた A350 がここに来るっていうことですね。すごいですね、第一ターミナルにはこんなガーデンがあるんですね。ここにあったんですね。もう本当空港のど真ん中にガーデンがあります。こういう水とかもありますね。すごい、空港にこういうのがあるのがシンガポールぐらいのイメージでしたが、なかなかいいですね、こういうのがあるのは。この辺でゆっくりしてるだけでもいいと思います。ただ私は今いろいろ探検に行くので、ここは通り過ぎるだけになります。では次行きましょう。ビルが置いてありましたが、これを使ってる人は今のところ見たことはないです。なかなか使う勇気は出ないんで乗らないですが、友達と来たりした時にちょっとネタで乗ってみたいなと思っております。では、制限エリア内をですね、もう端から端まで歩いてきました。スカイマーク見てスターフライヤー見てって言えば分かってもらえるでしょうか。本当に端から端歩きまして、で、まあ、食べるものとかお土産はまあどっち側行っても同じ感じでしたね。まあ、なのでそこはそんな気にせず、そこにあるものを食べたりとかでいいかと思います。で次はラウンジ、カードラウンジですね。これも左右それぞれありまして、ほとんど作りは同じっぽかったので、今近い方にとりあえず入ってみます。飛行機まではあと1時間になっております。ではカードラウンジはこちらですね。クレジットカードのゴールドカードだと当日の搭乗券があれば入れるようになっておりますので、こちらですね、ここありますので入ってみましょう。パワーラウンジですね、カードラウンジに入りました。で今端っこの席に来たんですけども、ここがですね、窓が大きくて向こう側に座ると飛行機が目の前に見えるっていう席になっております。なので本来であればあっちが良かったんですけども、まあ、こうやって喋ったりできないんで今は端っこの席に来ました。ここでまあ10分くらいですね、ちょっとドリンク飲んで、あとは飛行機搭乗時間になりますのでそちらに向かいます。ではラウンジ出てまいりました。ちょっとですがゆっくりできたのでよかったです。結構リフレッシュになりました。飛行機搭乗がそろそろ始まるので今そちら向かってます。ただちょっと遠いですね。少し急ぎ足で行って、まあ、ちゃんと並んで入れるようにしておきましょう。今ですね、私あの時計スマートウォッチなんですけども、万歩計もついてまして、今んとこ羽田空港に来てから1万歩以上ずっと歩いてます。まあ、1時間以上遊んでますからね、これぐらい歩くってことですね。広いですからね、しょうがないです。端から端まで行ったらそんななりますよ。いい運動になっております。修行ですね。ではゲートのところにやってまいりまして、今ですね、車椅子の方行ったのでその後にですね、
ファーストクラスとかダイヤの方が入って、その後ですねグループ3ってなってたので、もう少し待ちになってます。いやすごいですね、沖縄行き大人気ですね。ステータス持ってる方が今すごい行列でした。一気に入っていったんで、多分あの飛行機の中で絶対渋滞してるっていうくらいかなりいっぱい乗ってましたね。すごい。今日は54列目なので、このグループ3番で登場いたします。楽しみですね。行きましょう。新しい機体なんで綺麗で新しい香りがします。いやいいですね。今日は54ですね。こちらで今日の機体は多分まだ納品されてそんな経ってないんでしょうね。いい香りがします。新車の香り言えば分かってくれる方が多いと思います。では座席着きました。350なので今日はモニターがついてます。でこれちょっとこれ持ってるんですけど、席にイヤホンが置いてあったんですけど、 JAL 基本的にはこのイヤホンとかなくなったと思ってたんです。多分この350はモニターがあるんで、これがもうね座席に置いてあるんですよ。他の機体だと多分ないんですけどね、350は多分これがついてるっていうのが少し不思議でした。まあ後でちょっとやってみましょう。多分ここで使えるんだと思います。そしてこちらですね、すごいですね、このコンセント元からここについてるという作りがすごいです。と USB もあるんですけどね、コンセントもあります。そしてここは本を入れてください。書籍専用になってます。で、ここ開いて、また開きます。これついてますし、ドリンクのがあって、あとね、ここも動くんですよ。JAL はね、これがあるのは大きいですよね。これの方が絶対便利だと思うんですよね、ドリンク。動かないし。これがいい。ANA もこれ欲しいです。であとはこちらですね、機内紙もあります。これ後で見ましょう。そして機体が350のダッシュ900、初めてです、この機体。あとポケットはですね、ここ、まあ、大きいの今見たところと、ここに2つあるんですよね。なのでここ小分けになってますね。この真ん中のところで分かれてます。で、まあちょっと忘れ物しそうな作りになってるので、ここは気をつけましょう。あんまり入れない方がいいかもしれないですね。で外はこんな感じ、羽のウィングレットの真横っていう感じですね。向こうにあるのは787です。今乗ってるのが350。で中はこんな感じですね。後ろの方は結構空いてますね。前の方はもうほとんどいっぱいになってたんで、後ろの方に今回座席変更したんですけど、後ろはかなり空いてる状態です。ですので今日は横いないはずなんですよ。直前に一応確認して、ここ2つともいないっていう席を取ったんで、ここは足元は広々使えるようになってます。あとヘッドレストが動きます。ここわかりますかね、結構細かく調整できる作りになってます。まあ、あんまり、ね、上に上げてると離陸の時は言われてしまうと思うので、今は、まあ、この辺で、でもこれでもちょっと上がってる感じなのかな。下だとここですからね、多分子供用みたいな感じになっちゃうんで、ちょっと上にしておきましょう。これぐらいがちょうどいいですかね。横も出ますね。わかります、ここが動くようになっています。これあるとかなり楽ですね。国内線でこの仕様っていうのはすごいですね。やるなぁ JAL すごい。ではこのモニターもちょっと使っていきましょう。あ、動いた。メフォースはサイン2とか入ってる。いろいろありますし、あとは機外カメラですね。これ結構面白いんですよね。一応前方のカメラと尾翼、上から見たところっていうのが見れます。これ
がね結構楽しいんですよね。昔違う機体で見たこともありません。これで見てるだけでもずっと、ね、楽しめるいいカメラだと思います。シートベルトはしっかりと締めます。Fasten your seatbelt securely。普通の航空会社のコーヒー
350のクラス J は結構いいですね。こんなシートです。でファーストはもう国際線と同じようなくらいスペースです。さすが。それでは那覇空港到着いたしました。今降りて、でこのもう後ろのところで乗り継ぎがありますので、次はそちらに乗るってなるんですけども、今一応この辺見ましたが、まあ、ANA 側と作りはほとんど一緒ですよね。であと、まあ、ちょうどここにあるお店で大東寿司も売ってますし、ほとんど ANA と変わらない感じになっておりました。でとりあえず第1フライト1個目のフライトはこれで終わりになります。で次は乗り継ぎがこの後ろの方からありますので、一度ここで終わろうと思います。こちらまでご視聴いただいた方ありがとうございます。次はどこに行くのかっていうのはまあまあ次すぐ出ると思いますので、そちらお楽しみにしてください。ありがとうございます。